小峠 VS ヤルモクメンバーバトル。イエーイ、お久しぶりですねこれ。ヤルモクでサボっている、疑惑が浮上しているバイキング小峠さんがヤルモクメンバーといろんな企画で対決していくコーナーです。さあこのコーナーで小峠さんの存在感を十分に見せつけてください。お願いします。今回対決していただくゲームでございますが、お便りが来てまして、ペンネームスイートペインを決めてくれました。こちらのお題、めちゃくちゃ言葉しりとり対決。あ、いいですね。何ですか。普通のしりとりはリンゴ、ゴリラ、ラッパのようにですね、意味の通じる言葉で遊びますが、今回は意味の通じないめちゃくちゃな言葉でしりとりをしてもらいます。いいですね。沈黙が長いと感じたらアウトにしてください。3秒ですね。3秒長いか。本当の言葉は使っちゃダメってことですか。だからまあ、リンゴって言っちゃダメ。はい、リンゴって言っちゃダメです。リンゴどういうことですか。じゃあ何でもいいってことですか。ただしこうリズムで、まあ、そのパンパン何何パンパン何何でこう言い続けて、意味のある言葉を言った時点でアウト、もしくは詰まったらアウトですね。意味のない、なんかこう一般的には意味のない、まあ外国用語でひょっとしたらあるかもしれないですけど、それはまあわからないから、なんとなく日本語でないやつでいいです、うん、日本語じゃないやつ OK ですってことですか。はい、なるほど。さらに翔太君ともし対決する場合がありましたら、イケメンボイスで言わなきゃいけないというのも追加していただければと。うわ、むずいな。楽しそうで、翔太でいいですか。じゃあ翔太 VS 小峠でエセ天使頑張る。あ、言ってるで言うんで。エセテンね。エセテン。エセテン。じゃあトッピングエセテンで。あ、僕も。フラルで。翔太のファンで。もう、うどんのトッピングの材料にした。エセテンを。エセテン切れてん。天ぷらにすな。プンプンに怒ってます。切れてますよ。かわいそうに。本物やちゅうねんな。そうですよ。ブーって言え、今は。ブー。遅いね。何か損したな。翔太1個損したよ。今のは1個損してるからな。じゃあじゃんけんする。はい、せーの、最初はグーじゃんけんポン。はい、これしょ。はい、翔太からちょっとイケメンボイスで、日本語としては意味が通じちゃいけません。僕が判断していいですか。はい、理解さん、審査員お願いいたします。はー、リーダーも、もしその言葉あるよと思ったらもう止めてください。はい、しりとりのリーから翔太スタートで、はい、言い終わったらパンパンです。これ言い続けじゃん。いや、ね、詰まるんで、次続きそうですよね。これ意外難しいんです。思わずある言葉を言ってしまうっていうところね。多分あの子は一発目で詰まるタイプです。詰まる。後でやらせましょう。はい、さあ恥かかせましょう。言いますよ。はい、リーから始まるしりとり、はい、むちゃくちゃしりとり、どうぞ。パンリソプ、プリチキチキ、キロマンド、ドアノブパン、あ、ドアノブパン、うわうわ、言う、ドアノブパンってなんか、そしてで、うんつきますけど、あなたドアノブパンはダメなんですよ。ツーアウトです。ドアノブパン、はい、ドアノブパン、あらー、すごい、あ、これむずいっすね。むずいんですよ。むずいんだ、これ。これむずいですわ。いや、これやったらむずいわ。むずいの分かりますよ、みんな。なんか口がさ、やっぱり思わず言っちゃうんですよ、ね、いやー、すごいわ。脳が知ってる言葉を探すんだよ、勝手に。からね、はい、ただ、サボってるってことでいいんですか。あ、これはちょっと難しい、思ったより難しかったです。リベンジどうですか。もう一回やらせてください。じゃあ小島子、あ、いきますか。いいですか。分かったよ。永遠に続きます。分かった分かった。超無の状態、はい、何も考えない。じゃんけんでお願いします。はい、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこいしゃい、はい、じゃあ俺先ね。あ、あんって言ってましたけどね。MBS のすから始まるむちゃくちゃ言葉でございます。せーの、はい、すっく、く、くかも、うん、もじりせ、世界で、ほら、たぶんだ、なんじゃそれ。何それ何それ、ほい、み言わんこっちゃない。飽きたんすか。いや、これどこが無限に続くんじゃん。ちょっと待って、いや、これむずいんだよ。リビングでやってんのか、お前ら。じゃ、悔しい、本当に悔しい。負けは負けですもんね。負けです。付き合うてんのか、お前。何が世界だ。付き合いたてだろ。もう一回やっていいですか。何やっても楽しいじゃん。じゃあ、あっぱれの例から。はい。で、はい、小峠さん、いい、小峠さん、あの、はい、机コンコンやめてもらって。ああ、そうです、すみません。ああ、そうです、さすがに。業務連絡です。すみません。業務連絡入りました、すみません。これね。私から例ね。あっぱれの例から。むちゃくちゃ言葉どうぞ。レマ、
混じりし。しっこ。しっこね、しっこありますから。しこはしっこだよ。いや、しこもありますよ。しこしこ危ないよ。しこしこ危ないよ。しこしこはダメだよ。しこは危ないよ。しこだよって言ったら。いや、しこもあるし。しこもあるし。言葉あるの？ある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 。しこも、しこも、相撲取りがガンって言うことなんで無意識にしこしこが出てくるの？しこも、しこしこも、しっこも全部ダメだよ。何がしたいんだよ、お前。お前する方じゃないだろ。いや、する方だよ。する方じゃねえよ。ないわ、もう。だんだこれ。する方だよ。ダメだこりゃ。しこしこ。平凡パンチやぞ。しこしこだよって。しこって久しぶりすぎたな。いや言ったから。いや全然しこって言葉知らないの。近代麻雀やしこしこなの。え違う。本当最低このコーナーも。しこがあるの。しこがあるんだ。知らないよそんな。ちょっとちょっとじゃあちょっと休んどきなさい。わかりました。小島こうちょっとやらせないと寝ちゃうんで。そうそう。気づいたら寝てるもんな。もう車でじっとしてんの。すみません。いいよじゃ。はい、いけるか。もうぐちゃぐちゃの言葉じゃないとダメだからな。何文字ですか。文字とか文字関係ない。聞いてんねん。何から、何から、何文字から。先行後攻。最初じゃんけんね。最初じゃんけん。じゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。はい、じゃあ俺先行ね。ゲーです。小峠のゲー。小峠のゲーからで小峠くんの先行でございます。いきましょう、せーの。ゲク。くらり。リジリジ。ジのカ。壁取る。壁取るって。どっちですか、取るですか、ソルですか。それでまた変わってくるんだけど。ちょっと変なんだったな。いや壁取る。もう壁はもう。壁がもうダメですもんね。結構あります。壁がダメなの。いやでも壁取るってなんか。でも絶対繋がりますもんね、これね。うん、しょうがない。難しい。難しい。いや、私一個方法を見つけました。あれ、小島くんちゃんとやってるじゃん。あ、いいよ。え、いいの。一個だけズルしていい？ズルしますね。ちょっとじゃあ聞きましょう。聞いてみないと分かんない。何がズルか分かんない。最初はグー、じゃんけんぽい。あ、勝った。じゃあ何がいいですか？バイキングのグーから。グー。グーからで、まゆこ VS 小島子。はい。せーの。グケコ。コラリ。リラロ。ロラリ。負けてるよ。リラロ。もう負けてるよ。これ危ねえな。リラロ。ズルっていうのは何ですか。ロレリ。リラロ面白かった。リラロって誰が言ったの。リラロ。ロレリって言ったの。あ、またリラリラロって。ロレリ。リラロ。ロレリ。リラロ。ロロラ。ロラロ。レロラ。レロラ。しりとりになってる。なんでラで終わってんの。ロで、ロで始まってんだよ。じゃあまずもう成り立ってないじゃないですか、これ。何これ。え、何だったんですか作戦は。いや、作戦は、あゆえを順に行けばいいと思って、まって言われたら、まみむ。かって言われて、かきくってこと。あ、きくけとか。あいう、えを。あゆえをの順番で行けば、できなくないと思ってやろうとしたんだけど、最初からグって言われた。グの次がないと思って。グゲゴって言った。グゲゴって言ったんだけど。グゲとかでもいいやんね。グゲゴ。ゴギガ。ガギグ。ガリナ。ナニヌ。ねえねえ。ネノカ。なんかしりとりしてる。カキク。クニナ。なにぬ。ぬのね。ねのぬ。ぬのな。なにぬ。ぬのな。それはダメ。あれなんだ。なんで向こうがダメなんだよ。何があると思う。これは。なんでお前負けたんだよ、それ。よくわからないんだけど。でも永遠いけちゃうじゃんって思ったの。今のね。いや同じやつはなしっていうことですよ。楽しい。でもこれ頭が起きます。なんか頭体操になる。寝てたんかい。いや、そうなります。やっぱ寝てたんや。やっぱ寝てます。あれ、でも小峠さんは今日は何回勝ったんですか。峠は結局負けてます。いや、これむずいね。思ったよりということでいいんですか。大サブリが、大サブリハゲスケは何敗ですか。いや、まあ大サブリハゲスケは結構でも負け
勝ちましたよ。勝った。勝った。勝ってしまいます。でも2敗してる。1勝2敗ですよ。いや、これちょっとむずいですね。むずかった。楽しかった。家でやろう。一人は寂しいって。いや、家族で。一人で、まあもうめーとか飲んでもないから。うるせーって言われる。どうしたの？マウイ。マウイ。あるある。マウイってあるから。妹って妹もあるからバイバイ。面白かった。ぜひやってみてください。まあ、いや面白い。